菅原よりは神奈川県相模原市出身の我が同会館老福区代表で空手家でもあるプロレスラー。プロレスでの所属は二平組老福区。身長175センチメートル、体重60キログラム。血液型は O 型。デビュー前より総合格闘技の経験があり、所属していた新木会から独立して自身の空手道場我が同塾を 結成、1998年9月、10名の弟子と共に我が、道会館を発足させている。我が、道会館のメンバーのうち2名は、関東から手道選手権3位に進出している。1999年12月12日のジパング、大田区民プラザ大会において、対、石田健次郎との異種格闘技戦のリングに上がっているが、2000年9月3日、二平組、 横浜クラブヘブン工業にて、対、優作のシングルマッチで、プロレスデビューとされている。二平一生の交通事故による、喧嘩プロレス、二平組の活動停止以降、TAMA や、自身の名を冠した、自主工業に、活動の本拠を移すが、二平組に、席は残している。プロレスラーとしては、比較的軽量な選手に属する。2008年10月18日に、 同年8月17日の第2回老服、自主工業でデビューさせたばかりの新人レスラーのユリ大輔にダブルインパクトの練習をさせて死亡事故を起こした。2009年2月26日、死亡事故の当事者である他2名と共に業務上過失致死罪として亡くなったユリの遺族から刑事告訴を受けた。この件で、 警視庁東京湾岸署は2010年8月27日に3人を書類送検している。ありがとうございます。